どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はカウントダウン TV の回ですね。シングルのランキングなど、いろいろ週間ランキング、年間ランキング、たまにアーティストランキングみたいなこともやってますね。恋人にしたいアーティストとか、そういうのもやっておりますが、今回はアルバムランキングです。で、アルバムは年間アルバムトップ10っていうのをやります。今回は1995年ですね。はい、僕が記録書いてたので、あります、資料がね。僕の手書きで書いたのを写真に撮っているだけでございますが、まあ、知ってもらえたらなと思います。まあ、早速10位からこんな感じです。10位、Do the Best、 森高千里。多分これね、全部余裕でミリオンいってますね。1995年めっちゃ売れた年だし、100万枚いってる作品です。9位、シングルス、氷室京介。はい。8位、ディケイド、米米 CLUB。7位、アトミックハート、ミスターチルドレン。これ去年の歌なんですけどね。1994年。多分そこでも年間2位とかじゃなかったかな。95年でも7位という驚異の数字を叩き出してます。6位、ラララ、大黒摩季。はい。5位、フォーエバーユー、ザード。4位、ルース、ビーズ。3位、ザ・ダンシング・サン、松任谷由実。2位、ダンス・トゥ・ポジティブ、TRF。TRF 売れてた時代ですね。はい。そして1位がデリシャスのドリームス・カム・トゥルーですね。はい。まあ、もう、なんだろう、大物揃いですね。今となっちゃう。アーティスト名の、ネームバリュー強すぎて、すごいですよ。です。1995年はドリカムがアルバム1位でしたね。あ、しかも、あれだ、シングルもドリカムだ。ラブラブラブが1位だったんで、ドリカムが2冠だったんだね。2冠なのかな？ちょっと待ってくださいね。ちょっとビデオトップ10もあるんですよ。まあ、これはちょっと紹介、ちょっとしないです。あ、ビデオもドリカムっすわ。ワンダーランド95。ドリカムすげえ。1995年はまさにドリカムの年だったんですね。全部ドリカムが1位でした。素晴らしい。すごいな。ドリカムいいですよね。ということで、以上です。持ってるアルバムありましたかね？ちなみに僕は、その当時というか今持ってるのはアトミックハートか。アトミックハート。Do the Best はレンタルで借りたな。ラララは借りなかったな。フォーエバーユーは持ってましたね。こんなもんか。まあ、ドリカムは多分、後に借りた気がする。で、米米 CLUB は、兄貴が持ってました。これベストだよね、確か。10周年。ディケードって確か10周年とかそういう意味だった気がするんだよ。ですわ。はい。というわけで、カウントダウン TV のアルバム、1995年年間ランキングでございました。また、別な年のアルバムトップ10もやりますんで、楽しみにしていただけたらなと思います。もちろんシングルもね、バラバラですがやります。週間ランキングはちょっと順番にやっていこうかなと思っておりますので、多分今1994年の8月ぐらいで止まってると思うんですけど、また続きやりますから楽しみにしててください。ということで、虹色音声終わりたいと思います。さようなら。